はい、友野です。本日はですね、市街価値吸収スペクトルにおいて、知っておいたら、面白くなる、この色の話について、説明を行っていきたいと思います。光の三原色ですね。こちら今、具体的にポンって出していると思いますけれども、光の三原色っていうものが、重要になってきます。では、まずですね、光ですね。で、光、透明なんですけれども、よく描かれるのは、白ですよね。白なので、光っていうのは全部見えると、白に見えます。一方で全部見えない、そうですね、太陽からの光とか蛍光灯の光、ライトの光ですね、何でもいいんですけれども、光っていうのが見えないっていうことは、目をつぶっている状態とか、夜の状態と一緒ですね。つまり全ての光の色が見えないと当然黒に見えます。黒に見えます。で、こっちですね、光の三原色は青、赤、緑です。で、それぞれの赤と青の間が紫色、青と緑の間が空色ですね。で、緑と赤の間が黄色の、この白の三原色を、知っておくことによって、物質っていうものが何色になるかっていうのが予想することができます。ではどうやって予想するかっていうと、リンゴを例にして色がどのように見えるのかを理解していきたいと思います。リンゴですね、赤いリンゴ。リンゴがなぜ赤く見えるかというと、こちらの全ての色を含んだ白色の光がリンゴの皮に当たります。そうするとリンゴの皮にあるこちらのアントシアニンという物質がですね、空色の部分を吸収する有機化合物です。つまりリンゴの皮の表面で空色が吸収されるので、空色と反対側の色、こちらに図にも出てると思いますけれども、空色の反対側の色である赤色が我々の目に届くので、リンゴは赤く見えます。これと同様に考えると、バナナがなぜ黄色に見えるかっていうと、この光の三原色でいうと黄色の反対側の色、つまり青ですね、青を吸収するから我々の目には青の反対側の色である黄色が目にたくさん映りますので、目にたくさん入ってくるので黄色を認識することができます。つまり色っていうのは、何かその物質がそのこの7つの色を吸収して、それ以外の色を我々が見るから、その色を認識することができます。つまりある物質がですね、紫色、紫外線のこの青とか紫色を吸収しやすい場合、その反対側である緑色を、我々は認識することができます。これが非常に面白いんですけれども、紫と赤だったら紫外線、赤外線で、紫外線の方がエネルギーが大きいですよね。つまり植物、緑色の植物っていうのはエネルギーの高い光を吸収するから、我々にとってみれば緑色に見えるし、植物にとってみても太陽から降り注ぐエネルギーの高い方の光を使って光合成を行っているっていうところも面白いところになります。わかりますかね。では、もう一つ、面白い話をすると、散乱現象っていうものが存在します。紫の煙と書いて紫煙と呼びます。これは何かっていうと、タバコの煙のことです。
この漢字からもお分かりの通り、タバコの煙って実は紫色なんです。知ってましたかね。タバコの煙の色もよーく見ると実は紫色に見えます。ちょっと私はですね、青っぽくは見えるんですけども、紫色に見えるというのが、この話の面白いところです。まあ誰でもいいんですけれども、タバコの煙が青く見えるというのはどこが見えるかというと、このタバコの先端から出ている煙っていうのは実は紫色に見える。なぜ紫色に見えるかっていうと、タバコの先端から出てくる煙っていうのは粒子サイズが非常に小さいです。粒子サイズが小さいために太陽光からの光をレイリー散乱します。レイリー散乱すると白色の光のうち青色の光をよく散乱するので、このタバコの先端から出てくる煙っていうのは青色に見えます。でも、まあ、吸います、ね、吸った後に肺の中にある水蒸気と煙の粒子が結合して、口の中から出てくる煙っていうのは粒子サイズが大きくなって、粒子サイズが大きくなるとミュー散乱っていうものが起きて光をすべて反射します。つまり太陽光からの光をすべて反射するので我々の目には白く見えます。つまり口から出てくる煙は白く見えます。もう一回言いますと、紫煙、紫煙と書いてタバコの煙のことなんですけども、タバコの先端から出てくる煙っていうのはよーく見ると青っぽく見えます。ただ口から吐き出される煙っていうのは肺の中の水蒸気と結合することによって粒子サイズが大きくなるので白く見えます。ぜひ、まあね、最近、タバコを吸っている人を見る機会も減ったかと思いますけれども、もし、タバコを見る機会があったら、タバコの先端から出る煙の色と口から出る煙の色が実は違うっていうところが、まあこのミュー散乱やレイリー散乱の面白いところでもあります。では、これらを踏まえて詩外歌詞の話にもう少しだけやって、こちらにですね、詩外歌詞吸収スペクトルの、図を示しました。だいたいですね、200ナノメーターから800ナノメーターで、横軸が波長で縦軸が急降になります。で、波長が高い方が赤外線に近いので、こちらは赤色の色です。200ナノメーターはエネルギーが高い方ですので、紫外線の方になります。一応書いておくと、エネルギーっていうのは波長に反比例しますので、波長が大きいってことはエネルギーが小さい、波長が大きいということはエネルギーが小さいことを意味します。つまり200ナノメーターの方がエネルギーが大きい紫外線よりであり、800ナノメーターの方がエネルギーの大きい赤外線の方になります。で、先ほどのリンゴの話です。リンゴがなぜ赤く見えるかっていうと、白色光のうち空色、まあ青色ですね、青色を表面が吸収するため、それ以外の光が我々の目に入ってくるからリンゴの皮は赤く見えるんですね。だから光の三原色で考えると、こちらに示しております。赤の反対側の色がちゃんと空色ですよね。だから空色の光を吸収するってことは赤色の物質になるということを意味しています。では逆に赤色の光を吸収するということは、その物質は空色に見えるということを意味します。紫色の色を吸収するということは、その物質は
緑色になる可能性が高く、青色を吸収する物質はバナナのように黄色く見えます。つまり今回のこの紫外可視吸収スペクトルでいうと、だいたい380から800ナノメーターの範囲にそれらの色が分布しています。紫色から始まり緑、黄土色等々始まって黄色、赤等になります。つまりこっちの色を吸収する物質っていうのは赤色を吸収するので、その物質は空色や青っぽい色に見えるってことがわかります。交波長側の色を吸収するってことは、その物質は青色っぽく見えるってことは、この光の三原色からもお分かりになるかと思います。では逆にですね、青や紫色の光を吸収するってことは、その反対側の色が我々の目に届くって、その物質は赤色に見えるということがわかります。前回の、説明した通り、レッドシフトやブルーシフトっていうのもこの考え方で、説明できます。低波長側に、つまりエネルギーの高い方向にこの吸収ピークを動かすことによって、我々はいろんな色を作ってきたかったんですね。例えばインディゴやキナクリドンや、まあいろいろな、染料や顔料っていうのも、指示薬ですね、フェノールフタレインやメチルオレンジ等々、いろいろ色っていうものが、中学や高校でも学ぶかと思います。では、今回この色について、学べたと思いますので、この授業はすごく短いですけれども以上になります。はい、以上です。